そうですね。僕の作品が、まあ、一貫して持っているコンセプトとして、例えば、まあ、2次元と3次元だったり、内側と外側だったりとか、まあ、小さいものと大きいものとか、そういう、まあ、対極にあるように感じるものをこう流動的に行ったり来たりするようなものだったり、あとそういう対極と思っているものをこう無化してしまう、もうぐちゃぐちゃにしてしまうみたいなことだったり、そういうことをまあずっとやってると思ってるんですけれども、まあ、今回、僕のいろんな作品がある中から、まあ、デパート高島屋の1階でやるっていうこともあって、主に化粧品のイメージ、写真だったりとか、あとは絵の具とか、食品とか、まあ、いろんなものがあるんですけど、まあ、主に化粧品の、マニキュアだったりとかファンデーションだったりとか、そういう液体のイメージをの写真を使った彫刻を作ることで、なんかこう空間であったりとか価値観であったりとか、まあ、そういうものをこう攪拌するというか流動化するというか、まあ、そういう作品になればいいなと思っています。難しいですけど、そうですね、まあ、自分が何がしたいのかとか、どういう価値観を持ってるのかとか、何が面白いと思ってるかとか、そういうことをまず自分自身が、自分を信じてというか、まあ、確信を持ってやらないと、なかなかこう誰も信じてくれないというか、そういうところはあると思うんで、自分が面白いと思うことを、徹底的に、やり続けるっていうことが、まあ、大事なのかなという気はしますけど、あとは、まあ、その自分が面白いっていうもので全然いいと思うんで、その人の価値とか人の基準に合わせずに、まずは自分がしっかりと、基準を持つということが、大事なんじゃないかなと思います。